こんにちは。今日の講義は書籍して株の鬼百足です。この本は株式投資の中でも特にリスクが高いして株に焦点を当てています。して株とは特定の投資家やグループが意図的に株価を操作することで知られ、急激な価格変動を伴います。このような株式投資は成功すれば大きなリターンを得ることができますが、同時に損失を被るリスクも非常に高いです。著者の石井勝利氏は45年以上の投資経験を持つベテラン投資家であり、彼の知識と経験をもとに個人投資家がして株で成功するための具体的な戦略や方法を解説しています。本書はして株の特性やその背後にあるメカニズムを理解するための手助けをすることを目的としています。まず株価の変動の仕組みやして株がどのように形成されるのかを詳しく説明しています。著者はして筋が狙う銘柄やそのシナリオ、戦術についても触れ、個人投資家がどのようにして損失を最小限に抑えつつ大きな利益を得ることができるのかを具体的に示しています。特に特別なつてがなくてもチャートや板情報、ランキング情報を駆使することでして筋と渡り合うことができると強調しています。本書の構成は非常に実践的で、読者がすぐに活用できる内容が盛り込まれています。まずして株を狙う理由やその魅力について説明し、次にして株の仕掛けの裏側を知ることが重要であると述べています。実際の事例を挙げながらして株の動きやその特性を解説し、読者が具体的にどのように行動すればよいのかを示しています。また株価の動きを読むための板読みやチャート分析の技術についても詳しく触れています。これにより読者は実際の取引に役立つ知識を得ることができます。さらに著者はリスク管理の重要性についても強調しており、して株のデイトレードや機関投資家との戦い方についても具体的なアドバイスを提供しています。して株に関連する用語や概念も解説されており、初心者でも理解しやすい内容になっています。全体として本書はして株に興味がある投資家にとって非常に有益な情報源となるでしょう。著者は読者がこの本を通じて得られる知識が書籍の代金以上の成果をもたらすことを約束しています。投資の世界は常に変動しており、リスクを理解し適切な戦略を持つことが成功の鍵となります。この本を参考にしてぜひ自分自身の投資スタイルを確立していってください。して株の本質を理解するための様々な視点が提供されています。著者はして株がどのようにして形成されるのか、またその背後にある心理や市場の動きについても詳しく解説しています。特にして筋がどのようにして特定の銘柄を選び、どのようなシナリオを描いて株価を操作するのかという点に焦点を当てています。これにより読者はして株に対する理解を深め、自身の投資判断に役立てることができるでしょう。また著者はして株を取り扱う際の具体的な戦略やテクニックについても詳細に述べています。例えばして株におけるエントリーとエグジットのタイミング、ポジションサイズの決定、そしてリスク管理の方法など実践的なアドバイスが豊富に盛り込まれています。これらの知識は特に初心者にとって非常に重要であり、実際の取引において成功するための基盤となります。さらに著者はして株の取引における注意点や落とし穴についても警告しています。して株はその性質上急激な価格変動があるため、冷静な判断が求められます。感情に流されず計画的に行動することが成功の鍵であると強調しています。この点は特に初心者にとって重要であり、感情的なトレードがもたらすリスクを理解することが大切です。本書の魅力は単に理論を学ぶだけでなく、実際の市場での経験に基づいた具体的な事例を通じて学べる点です。著者は自身の経験をもとに成功したトレードのケーススタディや失敗から学んだ教訓を紹介しています。これにより読者は理論を実践に落とし込むためのヒントを得ることができます。また著者はして株に関連する最新の情報やトレンドについても触れています。特にデジタルトランスフォーメーションや環境対策関連の銘柄が注目される中で、どのようにしてこれらの情報を活用していくかを考察しています。市場の変化に敏感になり適切なタイミングで投資を行うことが成功のためには不可欠です。
著者は読者に対してシテ株に挑戦することの楽しさや魅力を伝えています。リスクを理解し戦略を持って取り組むことで大きなリターンを得ることができる可能性があると述べています。この本を通じて読者が自分自身の投資スタイルを確立しシテ株の世界で成功を収めることができるよう心から願っています。株式投資は知識と経験を積むことでより良い結果をもたらすことができる分野ですので、ぜひ積極的に学び続けてほしいと思います。読者はシテ株に関する深い理解を得ることができるでしょう。まずシテ株の特性やその背後にあるメカニズムを学ぶことで株式市場の動きに対する洞察力が高まります。これにより株価の変動をより正確に予測し自分にとって有利なタイミングでの取引が可能になるでしょう。特にシテ筋がどのような戦略で動くのかを理解することは投資判断を行う上で非常に重要です。また具体的な戦略やテクニックを学ぶことで実際の取引において自信を持って行動できるようになります。著者が提供するエントリーとエグジットのタイミング、ポジションサイズの決定、リスク管理の方法は実践的でありすぐに役立てることができます。これにより取引を行う際の不安や迷いが軽減され、冷静に判断する力が養われるでしょう。さらに著者が紹介する成功したトレードの事例や失敗から学んだ教訓を通じて実際の市場での経験を積むことができます。これにより理論だけでなく実践的な知識も身につけることができ、より効果的な投資ができるようになるでしょう。特に初心者にとっては実際の事例を通じて学ぶことが理解を深める助けとなります。またシテ株に関連する最新の情報やトレンドを知ることで時代の流れに敏感になり投資の機会を逃さずに済むようになります。特にデジタルトランスフォーメーションや環境対策関連の銘柄が注目される中で、これらの情報を活用することでより良い投資判断ができるようになるでしょう。市場の変化に対応できる力を身につけることは長期的な成功につながります。著者が伝えるシテ株の魅力や楽しさを感じることができるでしょう。リスクを理解し計画的に取り組むことで大きなリターンを得るチャンスが広がります。株式投資は知識と経験を積むことでより良い結果をもたらすことができる分野ですので、読者はこの本を通じてより積極的に学び続け自分自身の投資スタイルを確立していくことができるでしょう。株式市場は常に変動しており、その中で自分の道を見つけることが投資家としての成長につながります。この本を手に取ることで読者は新たな視点を得て株式投資の世界をより深く楽しむことができるでしょう。シテ株とは特定の投資家やグループが意図的に株価を操作することで知られています。これにより価格が急激に変動し短期間で大きな利益を得ることが可能になる一方で、同じくらいのリスクを伴います。シテ株を理解するためにはまずそのメカニズムを知ることが重要です。シテ株の取引は通常の株式投資とは異なり、特定の情報や動きに基づいて行われます。シテ筋と呼ばれる投資家たちは特定の銘柄を選び、その株価を操作するための戦略を練ります。例えばある銘柄に対して大量の買い注文を出すことで株価を急上昇させ、その後の売却で利益を得るという手法です。このような動きは一般の投資家には見えにくいことが多く、シテ筋の意図を読み解くことが成功の鍵となります。またシテ株はその性質上短期的なトレーディングに向いています。急騰することもあれば急落することもあるため、タイミングが非常に重要です。したがってシテ株に投資する際には常に市場の動向を注視し迅速に判断を下す能力が求められます。これにはチャート分析や板情報の読み方を習得することが不可欠です。特にチャートのパターンやトレンドを理解することでエントリーやエグジットのタイミングを見極めることができるようになります。さらにシテ株に関連する情報を集めることも重要です。ニュースや SNS、掲示板などから得られる情報はシテ筋の動きを予測する手助けとなります。特に特定の銘柄に対する関心が高まると株価が急騰することがあるため、情報収集のスピードが勝負となります。しかし情報の真偽を見極める力も必要です。
誤った情報に基づいて行動すると大きな損失を被る可能性があるため慎重な判断が求められます。リスク管理もシテ株においては非常に重要です。シテ株の価格は非常に不安定であるため損失を最小限に抑えるための戦略を持つことが必要です。例えば損切りラインを設定しておくことで思わぬ損失を防ぐことができます。またポジションサイズを適切に管理することでリスクを分散し全体の資産を守ることができます。シテ株の取引は単なる数字のやり取りではなく心理戦でもあります。市場参加者の心理を読み解くことができればシテ筋の動きに対抗することが可能です。例えば他の投資家が恐れて売りに出すタイミングを見極めて逆に買いに出ることで利益を得ることができるかもしれません。このようにシテ株の取引には単なるテクニカルな知識だけでなく心理的な洞察力も必要です。シテ株の世界は常に変化しています。新たなトレンドや技術が登場することで投資のスタイルや戦略も進化しています。特に最近では AI やビッグデータを活用した投資手法が注目されています。これらの技術を駆使することでより精度の高い予測が可能になりシテ株の取引においても新たな可能性が広がっています。このようにシテ株は非常に魅力的でありながら同時にリスクを伴う投資の一形態です。正しい知識と戦略を持ち冷静に市場を見つめることでシテ株の取引を成功に導くことができるでしょう。株式投資は常に学び続けることが重要でありシテ株の世界に挑戦することで新たな成長の機会を得ることができるのです。そして最後に読書で勉強も大事ですが美容と健康管理も大切です。なぜなら心と体の健康は互いに密接に関わっておりどちらか一方が不調であれば全体のバランスが崩れてしまうからです。健康な体は明晰な思考を助け逆に健全な精神状態は体の健康を促進します。だからこそ読書や勉強で知識を深めるだけでなく日々の生活の中で体を動かし栄養バランスの良い食事を心がけることが重要です。ここで健康管理とダイエットに特化した素晴らしいサービスをご紹介します。それがライズアップ結果にコミットプライベートジムです。このジムでは専属トレーナーによるマンツーマントレーニングが提供されており個々のニーズに合わせたオーダーメイドのプログラムが組まれます。これにより過去にダイエットやジム通いが続かなかった方でも継続しやすくなっています。トレーナーはトレーニングだけでなく食生活やメンタルのマネジメントも行うため総合的な健康管理が可能です。またライズアップは30日間無条件全額返金保証を提供しているので初めての方でも安心して始められます。トレーニングは1日50分週に2回の無理のないペースで行われるため忙しい方でも取り組みやすいのが特徴です。さらに無料カウンセリングも実施しておりトレーニング開始前に自分に合ったプランを見つけることができます。トレーニングは完全個室のプライベートな空間で行われるため人目を気にせず集中できます。マンツーマントレーニングなのでこれまでダイエットやジム通いが続かなかった人におすすめです。トレーナーが作るあなた専用のプログラムにより無理な食事制限なしで食べられるダイエットが可能です。健康的に痩せ理想の体を手に入れられリバウンドしにくい体作りが目指せます。30日間無条件全額返金保証があるため安心してトライできます。テレビ CM 結果にコミットするで話題のパーソナルトレーニングジムとして自信を持ってご案内させていただきます。気になった方は概要欄のリンク先から詳しい情報をご覧ください。以上で講義を終了したいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録もよろしくお願いいたします。